平和を祈る乙女の像土崎空襲は第二次世界大戦末期の1945年8月14日夜間から翌日の8月15日にかけて秋田県秋田市土崎港周辺を標的としたアメリカ軍によって行われた大規模空襲である。秋田市中西部には八橋油田をはじめとする現在でも採掘可能な油田が存在しており、最寄りの土崎港は鉄道、 海上輸送のいずれにも主弁であったため大規模な製油所が立地していた。これらは終戦間際になっても空襲にさらされることなく無傷のままであった。土崎空襲はこの製油所の破壊を目的として行われたとされている。空襲は1945年8月14日22時30分から翌15日3時30分頃まで続いた。数回にわたって落とされた爆弾は 1 0 0ラム爆弾が7360発、5 0ラム爆弾が4687発に及んだ。爆撃目標の日赤製油所は全滅状態となるなど、港、市街地は大きな被害を受けた。死者は250人以上、負傷者は200人以上とされている。この空襲はアメリカ軍による空襲としては最後の空襲とされ、秋田県で、 唯一の大規模空襲でもあった。爆弾の破片で頭部がそぎ取られた首なし地蔵土崎港歴史伝承館内に再現された被爆倉庫の内部土崎では毎年秋田市の戦没者追悼式や平和記念式典が取り行われている。毎年土崎空襲の犠牲者を悼み平和を記念している行事を実施している。土崎に隣接する地区秋田市飯島の寺。 運幸院には、土崎空襲。1979年には、平和を祈る乙女の像が、秋田港の現在のセリオン付近に混流されている。1981年には、佐々木久春らにより、絵本、浜ナスは見た土崎空襲の話が刊行されている。2018年に開館した、土崎港歴史伝承館,館内部には、 土崎空襲で離災した、旧日本石油秋田製油所の柱と量が移築され、建物内部が再現されている。AB、軍艦が防波堤になりました。キッズページ、秋田港。秋田港湾事務所。2013年6月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年8月15日閲覧。秋田市戦没者追悼式。 平和記念式典平成22年度穂積市長、式辞 AB、土崎空襲を語り継ぐ。広報、秋田、秋田市。 http://www.st.akita.akita.jp コロンスラ<イ>スラッシュシティスラッシュ pl スラッシュ pb スラッシュ広報スラッシュ htm スラッシュ2000825スラッシュ01ドット htm2013 年8月15日閲覧秋田市における戦災の状況。総務省。2020年8月12日閲覧。 日本最後の空襲秋田、土崎空襲空襲の記録未来に残す、戦争の記憶ヤフージャパン。秋田ケーブルテレビ。ヤフージャパン。2020年6月29日閲覧。AB 運撮ンの歴史平和を祈る。乙女の像、土崎の文化、歴史一堂に、秋田の伝承館。24日に開館。河北新報。河北新報社。 https://www.kahoku.co.jp:/tohokunews:/201803:/2018032245049HTML2018、ok、年4月28日、閲覧、um。ありがとうございます。